はい、どうぞ。先生、こんにちは。はい、こんにちは。インスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問です。はい。切るフェイスリフトは何歳からできますかというご質問です。はい、わかりました、はい。切るフェイスリフトですよね。こう切開して、こう、ほっぺのたるみを上げるフェイスリフト。まあ、それ以外にも糸のリフトとか、まあ、あとウルセラとかサーマクールとか、まあ、照射系のリフトアップ治療とかあるんですけど、まあ、切るフェイスリフト手術は何歳からできますかっていう質問なんですけど、まあ、結論から言いますと、何歳でもできます。それは適応があれば何歳でもできます。なのでケースバイケースなんですけど、若い人だと、20代前半でもやることはあります。それは適応があればです。まあ、例えば20代前半だと普通に考えればそんなにまだ老化してないですよ。すごくほっぺがたるんでる人ってそういないんですけれど、まあ、どういう人が20代前半で切るフェイスリフトをやるかっていうと、それはね、骨切りの手術をした後ですよね。例えば頬骨とかエラとか顎先の骨切り手術をした場合、あるいは中顔面を短くするこのルフォー1骨切り手術、まあ、そういう顔面の骨切り手術をして骨格を小さくした場合、その場合は骨が小さくなっても相対的に軟部組織は余るんですね。軟部組織っていうのは柔らかいこの皮膚とか皮下脂肪とか、そういうもののことです。骨が小さくなっても皮膚とか皮下脂肪はいじってないので、骨がちっちゃくなった分相対的に、ね、皮膚がだらんとね垂れるっていうことがあるんです。まあ、それは骨切り手術どれぐらい削るか、どれぐらい骨切りするか、どれぐらいちっちゃくするかとか程度にもよるんですけど、まあ、例えば極端な話、頬骨もエラも顎先も出てる人が頬骨も削ってエラもがっつり削って顎先も短くしたってなると、やっぱりかなり相対的に皮膚が余ってだらんとね顔がたるむわけですよね。で、特にエラとか顎先ですよね。このフェイスラインの下3分の1のフェイスラインの骨切りした場合なんかは、特にこのほっぺとか顎下とかがだらんとたるんで、まあ、二重顎になったりとかすることってあるんですよ。まあ、それは20代前半でも起こりうることです。まあ、その場合たるんだ皮膚を引っ張って切除する手術をしないといけないので、まあ、20代前半でもフェイスリフトするってことはあるわけです。まあ、その場合の手術はやっぱり顔の下3分の1から顎下にかけてだらんと下がっているので、ロアフルフェイスリフトをすることが多いですね。切開はここからここまで切って、そこからこの耳の後ろから生え際まで切って、ほっぺもフェイスラインもこの顎下のラインもしっかり上げるっていう本格的なフェイスリフトをすることが多いです。で、それだけで終わることもあるし、あとはやっぱり相対的にここにですね、皮下脂肪も たるんだ分ここに溜まるんですよね。なのでフェイスリフトと同時にフェイスラインと顎下の脂肪吸引もやることもあります。そうすると皮膚も余分な分取れるし、余ってる脂肪も取れるから、まあ、フェイスラインがすっきりして、まあ、元通りになるっていうことですよね。はい、あとは極端なダイエットをした後でも20代前半でフェイスリフトすることはあります。まあ、例えば100キロの女の子が頑張ってダイエットして50キロになったとするじゃないですか。そうするとですね、やっぱり100キロになってる時って顔もパンパンになってるんですよ。脂肪つきますん で皮膚も伸びてるんですね。そっから50キロとか標準的な体重まで戻すと脂肪は減るんですけど、やっぱり伸びきった皮膚はたるんでね余っちゃうんですよ。そういう場合20代前半でもね、顔の下半分がだらんと垂れてる場合があるので、そういう場合はやっぱりフルフェイスリフトとかしてしっかり持ち上げる手術をするっていうことはあります。あとはすごくレアなケースなんだけど、早老症っていう病気がありますね。まあ、10代とか20代とかでも若い段階で顔とか全身が老化してしまう非常に稀な病気、まあ、僕は経験はないんですけれど、海外の文献とか見ると早老症の人に対して、まあ、若いうちからフェイスリフト手術をしたっていう報告はあります。はい、
ということなんですけど、まあそういう特殊なケースを除いて通常の老化で老けていった人だと何歳ぐらいでやるかっていうと、それでもね、患者さんが希望されれば20代後半で切るフェイスリフトするってことはありますね。例えば28歳とか29歳の方、28歳29歳でもやっぱり18歳の人と比べると顔ってそれなりにたるんでるわけですよね。で、あと個人差もありますね。皮膚の正常とか、あとは骨格とか、あの遺伝とかによってやっぱり20代後半でもやっぱりちょっと老けて顔がたるんでる人っているわけですね。で、そういう場合患者さんが切る手術を希望されればやることはあります。まあ、どっちかっていうと20代後半だと切る手術よりも糸のリフトとかウルセラとかサーマクールとか切らないリフトアップ治療を希望される方が圧倒的に多いんですけれど、それでもやっぱり20人患者さんがいらっしゃればね、1人か2人ぐらいはやっぱ切る手術を選択される方がいらっしゃいます。20代後半でも、まあ、28、29あたりでもそういう方はやります。ただまあ28、29だと、まあ、フルフェイスリフトで後ろの方まで切るんじゃなくて、まあ、ここ軽く切るミニリフトでほっぺの下半分だけこうやって上げるとか、あともうちょっとメディアムリフトでこうやって耳たぶのちょい後ろぐらいまで切ってあげるとかね、あんまり後ろの方までがっつり切らないマイルドな切るフェイスリフトでやるっていうことが多いですね。はい。あとはまあ30代40代50代でも切る手術はもちろん適用があって、患者さんが希望されればやるし、60代70代80代とか90代でもあの患者さんが希望されれば切るフェイスリフトはやるわけであって、やっぱり年齢が上がれば上がるほど切る手術の方を選択される比率っていうのは上がりますね。でもやっぱりこれもね、患者さんの希望次第なんですよ。例えば80歳でものすごく顔がだらんとたるんでて、これ切るフェイスリフトすればすごい上がるなっていう患者さんでも、やっぱり患者さんによってはやっぱり切りたくないと、なんとなく怖いと、でその休みも取れないし、で切るフェイスリフトするとすごい若返っちゃって知り合いにバレちゃうから、バレない程度に若返りたいっていう人なんかは80代でも切らない治療、例えばヒアルロン酸注射でシワ埋めたりとか、糸のリフトとかウルセラとかで済ませる人もいるわけで、まあ結局あの何歳だったら切るかで、何歳以上だったら切らないといけないとか、何歳以下だったら切らなくていいとかね、そういう基準ってなくて、やっぱり患者さん次第なんですよね。適用があって患者さんが希望されれば20代後半でも切る手術はすることあるし、あるいは80代90代でも患者さんが希望されれば切らない治療を選ぶこともあると、まあ、そんな感じですね。あとはよく聞かれるのは、切るフェイスリフトは何回までできますかって聞かれるんですけど、それは正しいデザインで正しい術式でやる限りは理屈的には何回でもできます。はい。まあ、例えば僕に関しては、この髪の毛の生え際からこの耳の輪郭にかけて切開するフェイスリフトを主にやります。で、中のスマスの下を剥がしてディープレイヤーに入ってリガメントを外してスマス同士を固定するってしっかりやるんですけど、まあ、そういう正しいやり方でやる限りは理屈的には何回でもできます。ただやり方とかデザインが悪い場合、例えばね、側頭部切るときにこの生え際じゃなくて髪の毛の中を切る場合なんかは、やればやるだけ生え際とかもみあげが後ろに下がってしまうんですよね。そうするとやるたんびにここの毛の生えてないところがこう広がってしまって、生え際が後退して老けた感じになっちゃうんですよね。だからそういうデザインでやる場合は、医者によっては一生のうち1回とか2回とか限定する人もいるんですけれど、正しいデザインで正しい術式でやる限りは、まあ、理屈的には何回でもできますと。はい、そういうことです。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。